皆さんこんにちは、マゼパパです。今回は10月11日に行われるドラフト会議の、えー、セリーグのこの選手を指名するんじゃないか。私、マゼパパはこの選手を押しますよっていうのを紹介していきたいと思います。前回パリーグもやってるんでよかったらそちらも見てみてください。では、えー、昨年優勝したジャイアンツからです。去年優勝であるジャイアンツ。 投打で次世代候補を強化する必要があるんではないかと考えています。特にピッチャーが足りず、一軍への供給が不安です。即戦力となる投手、次世代を担う素材型、どちらも必要ではないかと考えています。予想としましては、三菱自動車倉敷オーシャンズの広畑敦也投手、即戦力として最も期待のかかる投手です。 右の先発はジャイアンツの最重要補強ポイントと言えるでしょう。長いイニングを投げることができ、試合を作れる選手です。私、マゼパパ予想としましては、一律和歌山高校の小園健太投手です。将来を担えるワン投手です不足。不足気味な若い投手の補強。特に、えー、右のエース候補は重要だと思うので、 若い高校生の子園投手に行くんではないかと考えております。次に阪神タイガース。昨年は4球,4球団競合の末、佐藤輝明の獲得に成功した阪神です。投手陣の層は豊富で、将来を担える高卒選手が中心になるんではないかと予想します。それでは予想としましては、高知高校の森木大地投手です。 1>, 1位は将来を見据え、高校生のピッチャーに行くと思われます。高卒ビッグ3、小園風も十分予想されます。阪神には西や及川など育っており、将来の東証国を築くんではないかと考えていきます。私、混ぜパパ予想としましては、日本通運の柴田大地選手です。 えー、藤川球児投手をそう、彷彿とさせるような投手です。阪神はリリーフ陣が少し不安があり、リリーフを任せられるんではないかと考えられます。ボールに力のある選手という意味でも、阪神は好きなんじゃないんでしょうか。次に中日ドラゴンズです。昨年、8年ぶりに A クラスを果たしました。なんと言っても、野手、特にスラッガーが全く足りず、 長距離法の獲得をしたいんではないかと思います。特に外野手の後任は急務だと考えられます。そこで予想としましては、慶応大学の正木選手です。右打ち、外野手、長距離法と中日の補強ポイントが全て合致する選手です。ファーストを守ることもできる強さもありますので、 マサキ選手に注目、えー、予想がします。私、マゼパパ予想としましては、上部大学のブライト・ケンタ選手です。マサキ同様パワー型の外野手です。こちらは足も速く、リードオフマンも任せられます。中日の外野は、福留44歳、大島36歳、平田34歳とベテランが多く、後釜の補強は絶対必要だと、 考えられます。次に横浜 DNA ベイスターズです。DNA は伝統的に即戦力の投手、特に左ピッチャーを好む傾向があると思いますし。しかし打撃力の低さとキャッチャーの不安さはどうにもネックであり、どちらもこなせる選手が必要でしょう。ローテーションを担える即戦力、 打てる保守、どちらも欲しいところです。予想としましては、西日本工業大学の墨田千尋投手です。即戦力左腕という DNA 好みの選手です。今までの同様の方針なら、墨田投手に獲得するんではないかと考えられます。 同じく即戦力左腕である筑波大学の佐藤も大いに指名されるのではないかと考えられます。私、マゼパボ予想としましては、中央大学の小賀優斗選手です。DNA の一番の補強ポイントでもある打てるキャッチャーです。攻守両立としたキャッチャーは当然上位ではなく獲得できず、 一本釣りもしくはロッテあたりと競合になるのではないかと考えられます。次に広島カープです。一昨年は森下、昨年は栗林の一本釣りとドラフトでは成功者となりつつあるカープです。鈴木誠也の後継者も欲しいところですが、今年はどうも野手は不足気味、不作気味なのが気になるところです。 予想としましては、法政大学の山下選手です。体格の大きさが武器の選手です。競合を避け、即戦力を補強したいと思われるので、山下を予想します。チーム自体も、不調気味で野手より投手だろうという予想もあります。私、混ぜパパ予想としましては、智弁学園の前川右京選手です。ランナーを返せる長距離砲も、 補強ポイントには十分あると思います。前側は左打者ですが、今年のドラフトでは、野手はまさきかブライトを示するだろうと予想されます。一本釣りを好む広島と、えー、しましては、そういった競合を避け、えー、前側を予想しました。次に東京ヤクルトスワローズです。現在、首位でマジックも点灯しているヤクルトスワローズ。 先発投手陣は、えー、意外にも整い、奥側から石川まで若手とベテランが大きく躍動するチームとなりました。今年は将来を見据えて高校生中心ではないでしょうか。チームの一番の主力である山田と村上も高卒、育成力も非常に高いと言えるでしょう。予想としまして、明朗高校、風間九太投手です。次世代のエース候補であり、 えー、早めに戦力にななれるのではないかと、えー、高校トップの選手です。野手としての評価も高く、いざとなったら野手もできるのではないかと考えられます。私、マゼパパ予想としましては、三菱重工の森翔平選手です。長いイニングを投げることのできる本格派左腕です。すでに大ベテランである石川の後継者にもなれるでしょう。また、 巨人から移籍した田口は中継ぎで回っているのを考えると補強ポイントではないでしょうか。以上が2011年え、ごめんなさい、2021年のドラフト会議で予想が中、予想、各球団の指名が予想される選手を紹介していきました。また、どのようなドラフトになるかが楽しみですね。 終わったらまたドラフト、えー、ドラフトの総括の動画を撮りたいと思いますので、そちらもお楽しみにください。それでは、ご視聴ありがとうございました。